皆さんこんにちは、見習いゆっくり実況です。オホーツクニキユの操作を再開します。今回は函館から操作を再開しますが、担当警部はこの方です。こんにちは、アートネイチャー三鷹です。三鷹警部、今回は真面目に操作をしてくださいよ。あのカップルね、小作な真似をしてくれるな。ホタル町は実在しないようですね。三鷹警部、カメラは弁償しないんですか？芸者遊びしちゃったか、お金がなくなっちゃったんだよな。俊、役所に電話して、ホタル町のことを聞いてみろ。役所の方も小樽と聞き間違いする感じなので、やはり存在しないんでしょうね。阿寒湖に移動しました。顔の写真やだな。いちいち人の顔に文句を言わないでください。マリモヤのことを知っている人はなかなかいないな。この写真屋さんは事件には無関係でしょうね。三鷹さん、散財しすぎてタバコを買うお金もなくなっちゃったんですか？といった矢先にまた散財していますし、くっしゃ
どこか。ここは誰もいないな。この情報は捜査には関係ないな。そりゃあそこら辺の看板に事件のヒントなんて書かれているわけないですよ。この店がマリモ屋じゃないのか。どうやらあの店は場所移動の選択肢にはないようなので違うみたいですね。どうやらめぐみちゃんは東京に帰ったみたいですね。こら、しゅん、誤解するような聞き方をするんでない。あれ、しゅんはめぐみちゃんの方が好みだったような。おい、シュン、何くどこうとしているんだ。シュン君も罪に置けないですね。三鷹さんはまたそれですか。そりゃあ、マキコちゃんもシュン君に行きますよ。もう、シュンはマキコちゃんにぞっこんだな。ぞっこんって、昭和っぽい言い方でいいですね。マキコちゃん、シュンのことが気になるのかな。三鷹警部よりは全然お似合いだと思いますよ。それにしてもどこに行っても捜査のヒントになるようなことが起きないな。三鷹警部が真面目に捜査しないからじゃないですか。ヒントが出てきたか。バカ、シュン、重要なヒントを何取り損ねた。
ちゃんにうつつを抜かしているからだと。まさにお前が言うなという説教ですね。もう旬のせいでまたヒントがなくなっちゃったよ。人のせいにしないで真面目に捜査をしましょうね。まあそんなことじゃ逮捕できないし、捜査も進んだから良いじゃないですか。やっとマリモ屋にたどり着きましたね。なんだ、黄色い旗なんか持って小学生が信号でも渡るのか。このとっさん坊やは番頭だったのか。やっぱり被害者はここに来ていたようですね。この事件にヤクザが関係するのかな。警部、仮にも刑事なんだからいちいち暴力団の方に動揺しないでくださいよ。警部、サボりの次はとうとう職場放棄ですか。それにしても手がかりが全く見つからないし、捜査も飽きてきたな。短いですが、三鷹警部が捜査に飽きてしまったので、ここで終了です。本日はご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴お願いします。それじゃ、おやすみ。